スリープフリックス講師の伊藤です。今回は譜面作成ソフトの中でも特に有名なこちらのシベリウスについて説明してまいります。まずは使い方を学ぶ前に、譜面作成ソフトを使用することによってどのようなことができるのか、そしてどのような時に譜面を書くということが役に立つか、この点から考えてみましょう。まず最初に、譜面を書くことイコール譜面を読むということにつながる、こちらについて考えてみましょう。今までコードサイトでコードを確認したり、コード進行を分析したり、楽曲全体の耳コピをしていた方も、譜面を読む、そして書くことができれば得られる情報量は圧倒的に増えます。例えばバンドスコアやオーケストラなどのスコアを読めれば、フレーズや構成の勉強にもなります。早すぎて聞き取れなかったフレーズや、EQ を駆使して耳コピしようとしても聞き取りづらかったフレーズ、これらも把握できるので、より勉強になります。そして譜面ソフト最大の利点は、ピアノロールのように各楽器を鳴らしながら、よりイメージの湧きやすい状態で作曲を進めることができます。そしてもちろん、打ち込んだ音符を各楽器の音で再生することもできます。こちらも手書きの譜面よりイメージが湧きやすいかもしれません。たくさんの楽器を同時に鳴らすことができるので、確認もすぐに行えます。一般的な楽器はもちろん、このように民族楽器なども含まれております。さまざまなジャンルに対応することができそうです。それでは次のポイントを確認してまいりましょう。譜面に書き起こすことにより、ご自身の作曲した曲などをどのように演奏してほしいか、こちらをより正確に演奏者の方々に伝えることができます。レコーディングやご友人に楽曲を演奏してもらう際、コード譜やメロ譜にしても、手書きより譜面作成ソフトで作成した方が癖もなく圧倒的に見やすい場合が多いです。またフルスコアやパート譜をその場で印刷したり、 PDF などのデータにすることもできます。メールなどでデータのやり取りをしてもいいですね。また譜面を読むことはできますが、 DAW を持っていない方、ピアノロールに慣れていない方もいます。譜面を書くことによりアーティキュレーションなど細かな情報も伝えることができるので、効果は絶大です。特にアレンジャーや作曲家を目指す方は、様々なシチュエーションに対応できるよう譜面作成ソフトを扱えるようにしておきましょう。譜面と DAW で書き出したオーディオを一緒に送ってあげてもいいですね。イメージ通りのより良い音が取れる可能性が高くなります。シベリウスを使用する利点としては、世界で最も使用されている寄付ソフトの名の通り、初心者でも簡単に、そして上級者に求められる細かな細譜も直感的かつシンプルな操作で美しいスコアを作成できるというところです。優れた再生機能により、強弱の表現だけではなく、音楽的、人間的な表現を含んだ再生が可能です。これにより逆に、DAW 側で曲を作曲し譜面に書き起こすだけではなく、シベリウスで作曲し DAW に移して音源に差し替えて音を詰めていってもいいですね。そしてプロトゥールスだけではなく、キューベースやロジック、または他のソフトとも互換性抜群ですので、 DAW 内のデータを譜面に起こす作業もスムーズに行うことができます。美しいスコアをぜひシベリウスで作成してみましょう。ご視聴誠にありがとうございました。